成功する人ってどんな人ですか？どうゆきさんみたいにパソコンに向かってただお酒を飲んでる人は私は成功してる人だとは思いませんか？え、それってあなたの感想ですよね。なんか根拠あるんですか？多分あなたより僕の方がお金持ってますし、お金ってほとんどの人が必要としてるじゃないですか。だったらあなたより僕の方が成功してるって多くの人が思ってると思うんですけどね。なんかすいません。なんだこいつ、こいつが切り抜き動画で人気を博してるどうゆきってやつか。なんでこんな嫌味なやつが人気あるんだよ。荒らしてやんよ。おいどうゆき、お前そんなにめちゃくちゃなことを言って嫌われていて楽しいか。こんなに嫌われていたらいくらお金持ちでも幸せではねえわな。あーすっきりした。バイトでも行くか。おはようございます。あ、ゆりくん、悪いんだけど今日って夜6時までだよね。ちょっと俺用事あってさ、深夜の12時まで変わってくんない？え、僕も用事あるんですけど。え、頼むわ。いつも仕事をせんだからこれぐらい頼めるわな。休憩中。ったくだるー、あいつマジ調子なんだよ。俺の貴重な時間をなんだと思ってんだよ。どういうか俺のコメントに返信返してるぞ。嫌われたら金持ちでも幸せじゃないって言ってるんですけど、それってあなたの主観ですよね。そもそも成功者の人と僕結構合ってるんですけど、成功者って一定数の人には共通して嫌われてますよ。そういうのビビってるからあなたはいつまでたっても成功しないんですよ。あ、なんかすいません。あー、こら、こいつ舐めんなよ。あえて開き直ってやるわ。それは悪かったですね。こんな僕が生きててすいませんと。ああ、コメントしてもイライラするぜ。失礼します。あ、グリさん休憩中なんすね。はい。あ、なんかすいません。あ、いえいえ。今日グリさんって暑いっすね。すいません。あ、いえいえ。どうぞ。なんか僕のことを言ってませんでした？あ、いえ、グリさんって いつもバイトに入ってるので頑張り屋さんだなと思って。そんなことないっすよ。田中さんの方が頑張り屋さんですよ。そうですか。どういうところがそう思います？どういうところ。なんて言う、いつもバイトの入りが早いって言ったら暇な人と思われるかも。ああ、仕事に一生懸命って言ったらいつも必死だよねって皮肉で囚われるかもしれない。ああ、なんて言う。バイト終わり。気づかれしたぜ。ザグリキはまた俺に変身してる。それは悪かったですね。こんな僕が生きててすいませんって。誰に謝ってんすか？僕に謝ってんの？なら、なんであなたが僕に迷惑をかけれると思い上がってんの？あなたが生きてようが何しようが全く僕に影響ないんですけど。こういう人ってネットでは感情のままにコメントしてるけど、リアルでは相手の目を気にして結構言葉選びすぎてるって傾向あるんですよね。そういう人は間違いなく成功しません。なんかすいません。あ、これはあなたに謝ってます。うわぁ、こいつの動画も人生も体も切り抜きてー。